はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日は1月の24日第148回目の配信となります。はい、今日は大きなニュースがありますね。ありますね。非常に恥ずかしいニュースでございます。はい、今ご覧になれるかどうか分かりませんけれども、手挙げてみよう。右手、はい、はい、右手の手首の近くに骨にひびが入っちゃいました。その他、顔を打って出しましょうか。出しましょうか。はい、今絆創膏をいろいろしてますが、いろんなところを打ちつけております。表のね、道路のところの角のところで、はい、日曜日に転んでしまいまして、地球と喧嘩しました。はい、右手は、ひびが入りという形で、今目の下も結構ね、あざがというかね、青くなって、メガネのね、枠でついちゃったあざだからね。ということで、こういうね、結構お年を召してから初めて転んだんじゃないですか。私はもう全然転んだことがなくて、威張ってました。それがやっぱりちょっと罰が当たりました。なんか前の日にお友達に自慢したところでやっちゃったみたいなね。いや、まあ自慢してないです。自慢はしてないけど、まあでもその話をして、私は転んでないわよって言ってたんだよね。まあということで、それが日曜日だったから、まあね、なかなか病院も行けずにということで、まあ昨日病院に行ったりして、今非常に不自由な状態で。そうなんです。はい、大変不自由です。右手なもんですから。はい、はい、皆さんもお気をつけください。今日はですね、先日1月の14日にファミリーコンサートで、収録した箱根八里を聴いていただきたいと思いますが、箱根八里は綺麗なお顔で歌ってますね。はい。ということで、今日とは違う面持ちではございますけども、箱根八里をお楽しみください。はい。Thank you.
はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。箱根八里というと、滝廉太郎の名曲ですね。そうです。ね、昔の、まあ、もののふっていう、要するに男性のことです ね、と、それから、まあ、金次のって言ったら、まあ、現代のっていうことですけど、滝廉太郎の頃の現代ですね。そうです、そうです。で、今だったらまた違うでしょうね、そうでしょうね、全然違うと思います。なかなかちょうどね箱根駅伝があったりしてこれを歌おうって思いついたんだよね。ね、箱根駅伝ももう100年ぐらいやってんのかな。いや、私一度車でね、うん、ずっと山の上の方まで登ってる時に、うん、ちょうど最後の、うん、往路の最後のところ、最後の山登りの、あそこでね、うん、皆さん走ってるのを 見たことがあります。本当、はい、なんかね、この間テレビでやってたんだけれども、うん、ほら大河ドラマでマラソンのあったじゃないですか。 あった、はいはい、あの頃の始まりなんですよ、うん、あ、そう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 だね。新聞社が資金繰りを作るために始めたという、うんうん、そうそうそう、ね、なかなか駅伝っていうね、うん、それの始まりがね、そう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 、ね、よく走りますね。ね、本当によく頑張ったと思いますね。2日かけてね、まあ午前中いっぱいぐらいですけどね、両方ともね。でも本当にもう皆さん助け渡した後ヘトヘトに倒れてね、そう倒れちゃってね、うん、気の毒ですよね。まあでも皆さんこうなんかね、もうそれを渡すためにもう何年間、そうそうね、4年間頑張ってくるっていうね。そうなんですね、うん、あれはやっぱりあれかわいそうなのね、絶対見たいですよね。時間切れになって、引き継げない方がいるんでね、引き継げないでスタートしちゃうっていうね、まあ、うん、やっぱりね、なんとかね、みんなこう4年間の思いをね、こう続けて、たすきに届けてね、行きたいという、多分あるんでしょうけども、まあでも、いろいろそういう意味では、こうドラマティックなことがいろいろ起こる、そうだね、毎年なんだか面白いよね。うん、ということで、まあ、その箱根駅伝を、見て、思って歌った箱根八里ということですね。そうなんです、ね。ということで今はこういうことになってしまいました。ちょっとね、この手に関して言えばまだ1週間2週間ちょっと、まだもうちょっとかかりと思いますし、顔の傷はまあそのうち少しずつはねなくなっていくとは思うんですけども、次回の動画でどれぐらい治ってるか皆さん比較検討お願いします。お待ちください。では今週はこの辺で、ではね、またね、はい、またね。